やっぱお団子なんで結構大人っぽく見えるよね。はい。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田しおりです。はい、ということで今日はどうします？はい、今日は久しぶりにまかないでできるシリーズやっていきたいと思います。今日は、カジュアルでも、あと和装とかでも似合うお団子アレンジをやっていきたいと思います。お正月とか、ちょっとお出かけされる方もまあ少しいるとは思うので、難しいかもしれんけどね。はい、そういう時に、よかったら使えるアレンジになっていると思いますので、皆さん参考にしてみてください。覚えておくだけでもいいよね。はい、はい、それでは動画スタート。バームを人差し指の真ん中ぐらい取ります。髪の毛全体にバームをなじませます。スタイリング剤をつけるときはだいたいこれぐらいのツヤ感が出れば OK です。髪の毛全体を一つに結びます。この結んだ時はだいたい耳と襟足の真ん中ぐらい、後頭部ぐらいでしっかりめに結ぶのがポイントです。少しゴムを下にずらして横に空洞を開けます。くるりんぱします。手先を2つに分けてギュッと締めます。こちら側がへこんでいると思うので2箇所ほぐします。毛先を前に持ってきて真ん中より少し下目の部分でお団子にして結びます。この髪の毛をねじります。お団子の部分もさっきのくるりんぱの空洞の部分に入れ込みます。しっかりと入れ込んだら止まると思います。お団子の部分にヘアアクセで固定していきます。頭を振ってずれなければ完成です。はい、こんな感じで仕上がりましたね。はい、ええー、感じだと思います。なんかやっぱお団子なんで結構大人っぽく見えるよね。はい、みんなで集まってる、家族で集まってる時にパパッとまとめるのもいいかなと思いますし、初詣行けるかちょっとどうかわかんないですけど、まあその時にねまとめ髪をやるのも一つの手かなと。あと家族写真とかでもいけるよね。きっちりしてみるといいですよね。うん、だと思いますので、まあ一応カジュアルでも和装でもどんな格好にも合うアレンジになってるかなと思いますので、よかったらこの年末年始参考にしてみてください。この動画よかったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さんさよなら。